小腹が空いてしまってついスナック菓子や菓子パンなどを買って食べてしまうことってありますよね。でもそうするとダイエットにも良くないですし、健康にも良くありません。でも何も食べられないのも辛く、それによるストレスで余計に太ったり健康を乱すのも良くありません。今回は間食におすすめな食欲を効果的に抑える食べ物5選と、何も食べずに空腹を紛らわす方法についてご紹介します。我慢して何も食べず反動で3食の食事の際にたくさん食べると太りかねませんので、無理せずにお腹が空いたら食べてみてください。食欲を効果的に抑える食べ物5選。1、スルメ。スルメはよく噛まないと食べきれず、時間をかけて食べるのには良い食べ物です。空腹を感じたら一切れだけを何十回も噛んでいくうちに食欲がなくなっていきます。ただしスルメは塩分が多いので食べ過ぎには気をつけましょう。2、ビターチョコレート。チョコレートにはコレステロール値を下げたり脂肪をつきにくくするなどの効果があり、ストレスを和らげます。お腹が空いた時はチョコレートを1個食べるだけでも甘くて美味しいので心が満たされます。食べるのであればビターチョコレートなどのカカオ 70% 以上配合でノンシュガーのチョコレートを食べましょう。3、水分が多めのスープ。水分が多めのスープを食べれば摂取カロリーが抑えられるので、ダイエットへの影響を少なく太る心配も減らせます。スープには野菜をちゃんこ鍋のようにたくさん入れるとカロリーを多く取ってしまうので、少量入れるなどして食べてみてください。4、ナッツ類。先ほど挙げたスルメと同様に、じっくり何度も噛んで食べると満腹中枢が刺激されて食欲がなくなっていきます。間食でも普段の食事でもそうですが、食べるときは何度も噛んで食べるのも有効な方法です。そこでおすすめなのがナッツ類で、特に皮付きがいいです。ただしナッツ類はカロリーが高いので、一度に食べるには数個にしてください。5、おからクッキー。おからは白米の3分の1ほどのカロリーで低カロリー食品なので、少し食べてもそれほどカロリーは気になりません。 100g あたり 112kcal ほどで、空腹時に食べるなら 50g 程度にしましょう。ただし油や砂糖を使っていないおからクッキーの方がいいでしょう。何も食べずに空腹を紛らわす方法。ストレスにならないためにも、先ほど挙げたような食べ物で空腹を満たしたいですが、どうしても食べたくない人もいるかと思います。そうであれば次でご紹介するような方法で空腹を紛らわしてみましょう。1、歯磨きをする。歯磨き粉で歯を磨けば口内が歯磨き粉の味になり、食欲がなくなっていきます。その状態で何か食べたとしても美味しくないと感じて食欲を抑えるのにさらに効果的です。2、食欲を抑えるツボを押す。食欲がすぐになくなるわけではないですが、耳の裏にある気点と呼ばれるツボを押すのも空腹を抑えるのに効果的です。何か食べる前に押してから食べるのもいいでしょう。3、規則正しい生活をする。毎日しっかり寝て、同じ時間に起床、同じ時間に食事をするといった規則正しい生活を送るのも効果的です。そうすれば睡眠不足を防ぎ、自律神経を働かせて食欲を抑えやすくしてくれます。また規則正しい生活で毎日食事をする時間を同じにすれば、間食をしない習慣づくりに役立ちます。以上、いかがでしたか？無理して何も食べないでいたりすると食欲が湧きやすくなり、食事の際に食べ過ぎの原因になったりもします。特に夜に食べ過ぎてしまうとダイエットや健康にも良くありませんので、適度に空腹を低カロリーのものを食べて紛らわすのも大事なことです。ぜひ普段の生活に取り入れてみてくださいね。